バレンタインのお返し選びは慎重に。美味しかった。そろそろ次に行こうよ。ショッピングモールで何を買ってもらおうかな。服もいいな。アクセも欲しい。は、今のハンバーガーがお返し。大事なお話があるから、表に出ようか。毎度おなじみ、みんなで育てるキャラフレ同盟です。冒頭のミニドラマ楽しんでいただけましたか？これからもコンテンツを充実させていくので、CF 同盟チャンネルを応援してね。さて、今回はホワイトデーのイベントを紹介するよ。小愛学園のイベント情報がわからないってたまーに聞くので、掲示板の場所を覚えてね。天使像から右に一つ進んだところに中央掲示板があるよ。ここは事務局からのお知らせが掲示されるので、一般生徒は書き込みしちゃダメだよ。他にもログイン画面の下に掲示板の写しがあるので、そちらを見てもいいね。さて、イベントの詳細を見てみようか。ふむふむ、バレンタインデーと同じようにフォレストファームで素材集めをするんだね。では、行きまーす。同盟の部員さんがいたから、一緒に写ってみたよ。CF 同盟チャンネルは、画面に写っても良いか確認してから撮影しているよ。アバター名と個人的な会話は出さないので、安心してね。2020年のホワイトデーイベント頑張るぞ。さーて、カゴは持ってるね。お花、見つけた。よしよし、幸先いいぞ。このままどんどん積んでいこう。ファームの花はたくさん咲いているから品切れの心配はないよ。やったー。虫眼鏡アイコンで周囲を探索だわ。画面に選択肢が出たら、収穫するを押してね。カゴの中身を時々チェックしながら積んでいこう。30分ごとに1回収穫だから気長にやろう。引き換え可能なアイテムを全部コンプしたいなら90個の花が必要だよ。コンプと気力でお花ゲットだ。実はこのイベント中に3学期の学期末試験もあったので、校舎とファームを行ったり来たりで大忙し。学期末試験の模様はプラスアルファで別の動画で紹介するから楽しみにしててね。さて、この動画を見ているだけでは収穫イベントってよくわかんないですよね。というわけで、お花探しのゲームを用意しました。ファームの画面に花が何個隠れているか当ててみてください。ではスタート。いくつ隠れているか、わかったかな？まだまだ時間はあるから、焦らずゆっくり探してね。ヒント、もともとの色が白っぽいから、ここにあると見えにくいかも。背景をちょっと暗くしてみようか。
花の大きさを少し変えてみたよ。どうかな？最後のヒント、これでどうだ？はい、終了。花はここにあったんだよ。全部で7つだね。みんな、わかったかな？ドキドキお花探しはイメージにつき、公式イベントとは仕様が異なっております。ご了承ください。そりゃそうだ。30分ごとに1回収穫だから気長にやろう。欲しい数だけたくさんもらっていこう。素材が集まったら松愛学園の美術室に行くんだよ。前回は家庭科室だったから場所を間違えないようにね。美術室にやってきたよ。失礼します。お、夕凪先生が瞑想中だった。ちょっと声をかけてみようっと。太陽の色って何色なんだろうね。眩しいから白かな。あれ、先生は違う考えだったのかな。次来る時までに考えておこうっと。お邪魔しちゃいけないと言ったそばから、作業するやつがここに。5個で作れるアイテムと10個で作れるアイテムがあるよ。多めに入れて交換すると余った花が回収されちゃうから気をつけてね。裁縫なのか工作なのかよくわからないけど何か作ってます。次々と完成。手持ちの90個で全部作ったから寮に戻ろうっと。さて、お部屋の模様替えをするよ。お部屋の模様替えについて軽く説明するね。持ち物を出して矢印で移動させたり、大きくしたり小さくして部屋に飾ろう。もっと詳しい人や得意な人がいるから、いろんな人に聞いてみて。おっと、相原親方。大きく振りかぶって適当な方向にぶん投げた。それを適材適所と人は言うのです。悟り。センス皆無の飾り付けが完成したよ。わーい、パチパチ。みんなはもっと上手に飾り付けしてみてね。この動画はみんなで育てるキャラフレ同盟がお送りしました。今回は今までやったことがないコーナーに挑戦してみたから感想をくれると嬉しいな。見やすかったとか分かりにくいとか、自分じゃ客観的に見れない部分もあると思うからよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。また明日。